オマル・アブドゥラフマーンは、サウジアラビアのリアドの生まれ、イエメン系。アラブ首長国連邦のサッカー選手。アラビアンガルフリーグシャバーブ、アル・アハリドバイ FC 所属。UAE 代表。ポジションはミッドフィールダー。日本語では、オマル・アブドゥラフマンと表記されることもある。カレド・アブドゥラフマン、ムハンマド・アブドゥラフマンの弟として生まれる。 彼らも、アルアイに FC で共にプレーする、サッカー選手であり、ムハンマドとは代表でも共にプレーしている。サウジアラビアで、ハドラマート人の子として生まれた。そのため、少年時代は、あるヒラルの下部組織に所属していた。国籍を保持していなかったため当初はサウジアラビアから、誘いを受けたものの、オマール以外の家族への市民権付与が拒否されたことで、断りを入れている。後に、 UAE が家族全員に国籍を与えることを提案し、これを受託した。2000年にあるヒラルのユースチームでキャリアをスタートさせ、2007年にアルアインに FC のユースチームに移籍。2008年にトップチーム昇格した。2009年に全十字人体を断裂したものの、2010から11シーズンは若くしてアルアインのレギュラーポジションを獲得。 高い評価を得た。2011年に再び大怪我で離脱するも評価は落ちることなく、復帰後はマンチェスターシティでのトライアルを受験し、ビザの問題などで実現はしなかったものの交換職を得たと言われている。2015年2月21日、アルアインとの契約を延長したと自身のツイッターで発表した。本人から契約期間は明かされていないものの、 メディアでは2019年まで4年間が追加されたと考えられており、これによりアジア屈指のスターが欧州で活躍する可能性は低くなったと伝えられた。2018年8月9日、サウジプロフェッショナルリーグのあるヒラルニ1年の期限付き遺跡が発表された。しかし間もなく代表戦で全十字人体断裂の大けがを負ったため、 リーグ戦の出場はわずか5試合にとどまった。そのまま期限付き移籍期間、及びアルアインとの契約を満了した。2019年8月8日、あるジャジーラクラブと3年契約を結んだ。2021年2月1日、あるジャジーラクラブとの契約を解除、無所属になる。2021年2月10日、シャバーブアのアハリドバイ FC に加入した。 アラブ首長国連邦代表として2010年に A 代表デビューを果たした。2010年には若くしてアジア大会に出場し、決勝戦で日本代表と戦い破れたものの準優勝。AFC アジアカップ2011にも出場した。黄金世代と呼ばれたチームの中心として2012年にはロンドン五輪出場を果たし、グループリーグ敗退もテクニックを見せつけ、 マンチェスターシティやバルセロナのスカウトをうならせた。さらに2013年には、ガルフカップで UAE を優勝に導き、MVP に選ばれた。ガルフカップ2013では、2ゴール、2アシストの活躍で自国の優勝に貢献、最優秀選手に選ばれた。AFC アジアカップ2015では、準々決勝の日本戦では PK でパネンカキックを決め、勝利に貢献した。 準決勝のオーストラリア戦では敗れたものの3位決定戦のイラク戦では精度の高いスルーパスを駆使してにアシストという結果を残し勝利に貢献し UAE 代表は3位で大会を終えた。また個人ではアシスト王に輝き大会ベストイレブンに選出されている UAE 史上最高の選手と言われる司令塔アフロヘアが特徴のゲームメーカー ポジションは2列目のアタッカーで、足元の柔らかいテクニックを活かしたドリブルやパス、左足での正確なキックが得意な選手。国際 A マッチ74試合11得点、非公式試合4試合0得点。ありがとうございます。